2005年に撮影された、冥王星とカロン、ニクス、ヒドラの画像ヒドラから見た、冥王星とカロンの創造図ヒドラプルート3ハイドラ、は、冥王星の衛星の一つ。発見時のカリフ号は、S-2005P1。2005年5月に、ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された画像から、見つかった衛星のうちの一つである。2015年、ハップル宇宙望遠鏡の観測により、 ヒドラが肉素とともに、楕円形であること、アルベドが高いこと、そしてカオス的辞典をしていることが判明した。探査機ニューホライズンズが冥王星を、フライバイした際に測定したヒドラの大きさは 45km で、ある。ヒドラという名は、ギリシア神話の地下を守る怪物ヒドラから付けられた。また、冥王星の名前が、探索支援者のパーシバル・ローエルの頭文字、PL に、 カロンの名前が、発見者、ジェームズ・クリスティの妻・シャーリーンにちなんだとの例に漏れず、ニックスと共にニューホライゾンズ計画の頭文字、NH にちなんで名付けられている。冥王星と三つ衛星の軌道、内側から、カロン、ニックス、ヒドラ、ありがとうございます。